ビトライドです。よろしくお願いします。慰めなれ
してに動きが取れないんだ。言い訳にしてなれない、そんなことが起きてくれるわけもなくて、シートをつむりだ。上の月が追う、それもただの偽善者と呼ぶなら、嘘ならめる余剰くだらけのトランプの中、あとのエースが逃げる君にだけ見せたい。急遽、今日はですね、僕がオケで歌ったらどうですかって無茶ぶりで、昨日の夜ですよね、多分。そうですね、はい、すごいですね、もう言われたらすぐ、はい、いつでもスタンバイということで、はい、じゃあですね、もしよかったらですね、はい、10月6日にですね、はい、何か絡むか、あとラウンドガールとかどうですか。特別ラウンドガールで1試合ぐらいいいんですか。ねえ、ねえ、ほらどうですか、やってみますか。やります。何でもできるんですよ。お二人は得意分野っていうのは歌ですか、それともグラビアとかいろいろあるじゃないですかね。歌とダンスですね。ダンスですか。ダンス今見てましたけど、やっぱり 何系のダンスが得意ですか。私たちは、セクシーでかっこいいっていう感じなので、はいはい、ガールズヒップホップっていうやつになりますね。なるほど。DRT って言って、うちですね、格闘技とは別にダンシングリアルファイティングトーナメントっていうのがあって、いろんなジャンルの、まあ、要はブレイクダンスだったり、そういうガールズでもあるし、はい、ヒップホップとか、あともういろんなジャンプ、まあ、要はフラダンスとかでも何でも、いろんなダンスのトーナメントっていうのは、その勝ちやり方がですね、はい、お客様の拍手の大きさで決めるローマ式採点方式っていうので、勝ち上がっていくんですね。それも来年あたりちょっと考えはしてるので、ぜひその時もお声かけさせていただき、まずは10月6日ちょっとがっちりと、はい、よろしくお願いします。皆さんじゃあ、応援してあげて、あ、もう一度ユニット名を、はい、ビットロイドです。ビットロイドさんです。頑張ってください、はい、これからも。ありがとうございました、はい、じゃあ藤代社長もちょっとどうぞ一言いいですか。いいですか。わかりました。じゃあすいません、はい、じゃあビットライドさんでした。ありがとうございます。